新型コロナウイルス感染症対策の真庭市職員研修会は3日間に分かれて行われ、1回目が10日に行われました。研修会では1回の参加者を40人までにすること、参加者の座る間隔を広めに保つこと、換気をするなど感染症対策が取られていました。講師は真庭保健所の井本信子さんで、井本さんは新型コロナウイルス感染症や感染予防、職場や家族、自身に感染の疑いがある場合などについて話しました。新型コロナウイルスは、いわゆる風邪やインフルエンザなどを引き起こす人に感染するコロナウイルスの一種です。感染の仕方は、感染した人の咳やくしゃみの飛沫と一緒に飛び散るウイルスを目や鼻、口の粘膜に浴びることで感染する飛沫感染と、感染した人がウイルスのついた手で触った部分に別の人が触ることで手にウイルスがつき、その手で目や鼻に触れることで感染する接触感染が主な経路になります。井本さんは、新型コロナウイルスの感染を防ぐ方法として、密閉、密集、密接につながる人が多い場所を避けることや、職場での定期的な換気などを挙げたほか、症状が出る前からウイルスを排出している場合もあるため、日頃からの感染予防行動の大切さを呼びかけていました。また、感染の疑いがあるときの医療機関への受診の手順や、検査、検査後の流れについて説明しました。その感染の疑いがある場合は、コロナウイルス感染症患者の診察ができる体制の整った帰国者接触者外来、帰国者接触者外来というところを確実に受診できるように、時間とか行く日にちとか、先生と調整をしております。ちゃんと予約を取って向こうの先生も段取りをされて検査の体制を取られます。そして PCR 検査をされまして、陰性であれば一般医療の方で続けて治療に行っていただきます。陽性になりましたら法令に基づいて入院治療を行っていただきます。その入院治療も感染症が専門の病院に入院治療していただきますし、就業制限ということで、就業はちょっとされないでくださいということで、ちょっとこれ厳しい言葉で言うと勧告入院という、そういった形で法律に基づいて入院をしていただくことになります。で、研修では最後に身近に感染者が出た場合の消毒の仕方やウイルスの汚染部分を広げない方法などの実演もありました。真庭市では、今回の研修は一般の人にも参考にしてもらえる内容なので、研修に参加した職員から同僚職員だけでなく、家族などにも伝えてもらうことにしているということです。